まあな。ヒョウが、先生、ヒョウが、神楽、ヒョウが、アイザック、人の様が確かに預かったぞ。こんにちは、レフト兄弟です。本日紹介するのはこちら、ティグナス・ヒョウがニュークロスになります。ついにブロンズセイントもニュークロスになってきましたね。で、このニュークロス、僕ね、かなり思い出深いのがあるんですけども、当時ね、アニメの方で12級編が終わった後の次回予告、ここでセイヤが言うんですよね。圧倒的パワーで新シリーズ歩行編、まあ、この時にね、このヒョウガとかね、もうみんなこのブロンズ一軍がもうこのニュークロスに変わってるんですよ。当時これワクワクが止まりませんでしたよね。次週がかなり楽しみでした。まあそんなことはいいや。まあ今回もね、当時のセイントクロス体系と EX 両方用意させてもらいました。ではね、当時のセイントクロス体系の方から見ていこうかな。こちらの方になるんですけども、これは1988年にバンダイさんから発売されているんですよね。あ、このヒョウガのポージング、これあれですよね。それはセイザのシンワサンソルジャドリーンのシーンだよね。まあね、ちょっと下手ですいません。裏の方がこんな感じになってますよね。まあやっぱりね、ヒョウガの必殺技のオンパレードになってます。ダイヤモンドダスト、オーロラサンダーアタック、オーロラエクスキューション。もうね、やっぱりね、我が師カミューからね、受け継がれているんですよね。あ、応募券はしっかりついていな。あ、横の方見てなかった。横はね、ヒョウガが正面にあっていますね。まあ他の4人は横向きになってます。ではね、セイントクロスマイス EX。熱き黄金の血潮を宿りしクロス、そうですよね、カミューの親友のスコーピオンのミロの血が与えられているんですよね。まあこんな感じになってんのかな。横はやっぱりオーロラエクスキューションですね。で、裏の方が、あ、やっぱりね、今回ね、こういった形でオーロラサンダーアタックじゃねえや、オーロラエクスキューションのポージングも可能ですね。顔の表情パーツも何種類かありそうです。ではね、早速こちらの方開封していきたいと思います。はい、早速開封しました。ではね、早速当時のセイントクロス体系、こちらの方から見ていこうかな。これがヒョウガのフィギュア素体になりますね。まあ結構ね、これクロスの状態はいいんですよ。まあこのあたりはオブジェケーターのパーツになりますね。ではね、セイントクロスマイス EX。まあ EX ね、やっぱりね、プラケースが3つに分かれているんですよね。こんな感じになるのかな。まあこのあたりはね、オブジェケーターのパーツと表情パーツになりますね。で、こちらがクロスになります。やっぱりね、羽の方はついてますね。で、これがヒョウガのフィギュア素体になります。ではね、今回こちらの方装着していきたいと思います。はい、今回もね、ヒョウガの方にティグナスのニュークロス、こちらをね、装着していきたいと思います。まずはヒョウガのフィギュア素体の方から見ていこうかな。やっぱりね、 EX だけあってね、顔のクオリティかなり高くなっていますよね。で、このアンダーウェアになるんですけども、これはね、初期クロスの時はブルー、今回ね、ニュークロスになることによってね、このホワイトに変更されていますね。ではね、いつものようにまずは足の方から装着していきたいと思います。まずは既存でついています足の方は一度外しますね。で、そうしましたらスネアマーね、ここに差し込むだけなんで、で、足の方は元に戻しますね。で、膝アーマーになるんですけども、これもいつもと同じですよね。この溝のところに、この膝アーマーの突起部分、ここをね、差し込むんですよね。逆も同じようにやっていきたいと思います。こうして、足の方を元に戻して、膝アーマーの方を取り付けて、これで両足クロスの方装着終わりました。そうしましたら、腰アーマーですよね。で、腰アーマーになるんですけども、一度このバックル部分、ここをね、スライドして、これ上にスライドです。で、外すんですよね。そうしましたら、こちらがヒンジになっていますので、このフィギュア素体のこの溝、ここにね、この突起部分を差し込むんですよね。じゃあ、これを刺して、これを、ヒンジを元に戻して、で、このバックル部分をまた下の方にスライドして取り付けるんですよね。これでね、腰アーマーの方装着終わりました。ではね、胸アーマーですよね。じゃあ一度万歳のポーズにしといた方がいいのかな。で、やっぱり頭部邪魔なんで、これも外します。で、胸アーマーになるんですけども、これはね、正面の部分を一度外すんですよね。そしたら、こちらもヒンジになっていますので、こちらの方にはめ込みますね。で、これヒンジを元に戻したら、この正面の部分、ここをね、元に戻しますね。これね、バックル部分、これもね、結構ね、外れやすいですね。で、今ね、これまだね、固定はされていないんですよ。で、今回ね、背中の部分、これね、羽をね、装着できるらしいんですよね。まあでもね、アニメですとそんな場面はなかったんでね、僕は何もない状態、こちらの方ですよね。これをね、ここにね、差し込むんですよね。
また取れましたねこのバックル部分ね、結構外れやすいですね。これどうなのかな、個体差があるのかな、皆さんもし持ってた方どうなのか教えてほしいところですね。そしたら手の方を戻して腕アーマーの方ですよね。この素体についている既存の手の方は一度外したいと思います。で、今回手の交換パーツになるんですけども、こちらのね、これはいつもの握り拳の状態、これはね必ずついていますね。で、このパーの状態、これもね必ずついています。で、こちらがマスクを持たせる時の手になるのかな、ちょっと開きの甘い状態になりますね。で、こちらは何になるのかな、これ多分ライブラの武器を持たせる時の手のパーツになるのかな、そんな感じですよね。で、こちらは両手あるんですけども、氷結リングかなまあそんな感じの手になってます。で、これはやっぱりね、オーロラサンダーアタックかオーロラエクスキューションの時の手のパーツになりますね。じゃあね、今回もね、握り拳の状態でつけていきたいと思いますよ。ああ、それでね、これ手の手甲の部分、これはね、分割式になってるんで、もうちょっとつけちゃってるんですけども、一体式ではありませんね。ではね、腕アーマーの方を取り付けたいと思います。まずは右手の方、まあこれはね、差し込むだけなんでね。で、そうしましたら、この手首のパーツ、これをね、ここに差し込みますね。やっぱりね、これ EX ね、めちゃくちゃ手首は取り付けしやすいですね。で、逆も同じように取り付けたいと思います。これで両腕アーマーの方を取り付けました。そうしましたら肩アーマーになりますね。肩アーマーになるんですけども、素体のね、ここの部分が溝になってるんで、この肩アーマーの内側、ここにね、突起が出ているんですよね。これをここにはめ込む形ですよね。まあ、これは簡単に取り付けられます。逆も同じような形ですね。これでボディの方完成しました。そうしましたら頭部になりますね。で、頭部になるんですけども、一度この髪型、これはね、分解しないといけないんですよね。じゃあこれを一度ばらして、で、このもみ上げ部分、これもね、一度外しますね。じゃあこれも両側取ってしまって、で、マスクを取り付ける用のもみ上げっていうのもあるんですよ。で、ちなみにここボールジョイントで取り付けられるようになってますね。で、こちらを両側取り付けてと、前髪の方ですよね。前髪をここにはめ込んで、で、そうしましたらキグナスのマスクですよね。これでね、頭部にマスクの方を装着しました。そしたら胴体の方に頭部を取り付けて、これでキグナスのニュークロス装着しましたね。ニュークロス装着しました。ではね、早速当時のセイントクロス体型の方から見ていこうかな。やっぱりね、初期のキグナスクロスと比べてね、随分クオリティは上がりましたよね。ただね、どうしてもこの羽、これはね、当時子供向けで作られたおもちゃになるんでね、こういったギミックがついているんですよね。やっぱりこれは取った方がいいかな。こっちの方がね、劇中のイメージしっくりきますよね。こっちの方が僕は好きかな。で、顔の方なんですけども、これもね、やっぱり初期キグナスと比べてね、随分良くなってますね。髪の毛なんかもね、全然違いますよね。まあ、こっちの方がやっぱ変わったところかな。で、足の方もね、今回ね、このニュークロスの素体からはね、こういった稼働ができるんですよ。まあ、初期のキグナスはこういった稼働はできなかったんでね、このあたりはかなり嬉しいですね。ではね、セイントクロスマイス EX の方、まあね、本当はこの中間にね、通常のマイスがあるんですけども、これはね、ちょっと僕持ってなくて申し訳ないです。 EX のクオリティはね、やっぱりね、素晴らしいですよね。結構ね、細身な感じでね、劇中の氷河のイメージかなり再現されてるんじゃないでしょうか。で、裏の方はこんな感じになってますね。ただね、ちょっと一個僕思ったのがね、ここにね、やっぱ2014年チャイナとかで、ね、なんか字が書いてあるじゃないですか。これはね、この辺りにつけて欲しかったですよね。これだとね、後ろ向けるとね、丸見えになるんでね、この辺りはね、もうちょっとなんとかして欲しかったですね。で、この EX はこの羽がついているんですよね。まあこれにちょっと交換してみましょうか。まあこれはね、一度ね、ここをね、外すんですよね。じゃあこれを外して、この羽をついた状態のパーツに取り付けますね。あ、また取れちゃったな。やっぱりね、このバックル部分は取れやすいですね。アニメ劇中では登場してないんですけども、こういった状態も再現はできます。ではね、頭部のアップの方見ていきたいと思います。こちらが頭部のアップになります。やっぱり EX だけあって、顔の表情のクオリティはかなり高いですよね。でも見れば見るほど、氷河、顔はかなり美しい顔ですよね。まあ、マーマがね、美人なんでね、こういった顔になるのかな。でもおかしいな、親父はね、木戸の三つ政王なんだけどね、あいつイケメンだったかな。まあいいや。でね、今回ね、顔の表情パーツになるんですけども、これとは別にね、
この瞳を閉じた状態、このタイプと、こちらがあれですよね、クラーケンのアイザックと戦った時にね、片目をちょっと潰された時の表情になるのかな、こちらのタイプと、あとはね、オーロラエクスキューションの表情ですよね、叫び顔になります。で、まあ先ほどのね、セイントクロス体型の方、まあこちらはね、こんな顔になるのかな。でもね、これもね、どうだろうね、体型の中ではね、割とクオリティは高い方だと僕は思ってます。こちらがブロークンクロスになります。今回ね、この EX のニュークロス、これにはね、このブロークンクロスっていうのが付属でついているんですよね。まあ本当にね、粉々ですね。まあこの足のあたりもひび割れているし、このあたりなんか欠けちゃってますよね。このね、手甲の部分もね、こんなね、ひびが入った状態になってるんですよね。まあね、こういったクロスもつけてくれるっていうのはかなり嬉しいですよね。ただね、一個ちょっと難点があって、やっぱりこのゴシアーマーのこのバックル部分、これはね、もう簡単に外れますよね。まあこのあたりは個体差があるのかな。こちらがオブジェ形態になります。やっぱりニュークロスになったことによってね、初期クロスよりもね、かなりね、立体的な感じにはなりましたよね。で、こちらがね、当時のね、セイントクロス体型、これ30年前の商品ですよ。まあ、30年前でね、このクオリティってなかなか素晴らしいですよね。で、EX はね、でもね、そんなに変わんないかな。ただね、若干ね、この白鳥の足のあたり、このあたりがね、動きが出てますよね。で、こんな感じになるのかな。まあね、EX は EX でやっぱ素晴らしいんですけども、この当時のセイントクロス体型、これのクオリティ、なかなかなものです。今回紹介させていただきました、ニュークロスのキグナス氷河。このクロスはね、アニメのアスガルド編からこのクロスの仕様が変更されたんですよね。やっぱりね、原作に近いクロスってことでね、やっぱり原作設定に持っていきたかったのかな。それでこの原作になるんですけども、12級編が終わった後にね、ザ・キグナスストーリー、氷の国のナターシャっていうのがあるんですよ。まあここでね、ブルーウォーリアーズのアレクサーって出てくるんですけども、こいつの必殺技がブルーインパルス。これはね、ゴッドオーヤのミザルの指導の技になるんですよね。まあこの原作のあたりからね、この必殺技がね、指導の方に引き継がれているのかな。で、まあここに登場するアレクサ、まあ最後はね、キグナス氷河の必殺技、ダイヤモンドダスト、ホールドニースメルチ。まあホールドニースメルチっていうのはね、オーロラサンダーアタックになるんですけども、あとオーロラエクスキューション、このね、必殺技のオンパレードによってね、やられてしまうんですけどね。で、このね、アレクサーの妹でナターシャって出てくるんですよ。でね、僕かなり好きなシーンがあってね、ラストにね、死んだ俺の母親もナターシャと言ったのさ。まあね、このシーンね、ショーがめちゃくちゃかっこいいっすよ。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。歩行に吹く永久凍土の陶器、なぜゴールドセイントが蘇ったのか。次回、セイントセイヤソウルオブゴールド復活、我が死の死、君はコスモを感じたことがあるか。